今日の宴を始めますよ。匠を殺した狼は絶対にくくらねばならないからね。となると、この時点で人だと確定しているのは、いまだにモッチーと橋本さんの二人だけ。知恵姉と、狼じじいと匠兄がいなくなって、この場には13人。未確定者がまだ11人もいる。そこから一人、一番怪しいものを挙げて、処刑する。なんとも苦しい事態だね。今日ヘビが調べるものを選べ。それでくくるのは残り10人じゃ。順番から言えば、兄ちゃんなんじゃないの。いろいろ喋ってるし、怪しまれたら。そうだ、下手すりゃジジイあたりが難癖つけそうじゃねえか。僕、疑わしいですかね。てめえと死者の女は初日にくくることを渋った。それを言うなら、匠兄だってそうだし、肝臓さんだって否定はしなかったでしょ。わしは票はくくる方に入れた。まあまあ、実のところ判断材料はまだ全然足りないんですよ。初日の投票を判断材料にするのは間違いです。提案したのは猿の加護者である僕ですからね。まあ押さえてください。ちなみに楽観論だけど、昨日のおじいさんが狼だっていう可能性はないのかな。ねえ。狼じじいは人間だっつってんだ。お前、それは。全員動くな。動くなっつってんだ。ジジイでも容赦はしねえぞ。俺はカラスだ。昨日くくられた狼じじいは人だった。もし他にカラスを名乗る奴が出たら間違いなく偽物だから即ぶっ殺す。やめたまえ。そんなパフォーマンスはやめねえ。読み意味の宴なんざ、要は信じるか信じないかの勝負だろ。なら一番本気見せた奴が勝つ道理だ。違うかよ、狼ども。殺される覚悟があんなら語ってみせろや、カラスをよ。結局は信じるか信じないかだろう、読み意味の宴ってやつは。
じゃあ俺が本物のカラスだってことでいいな。じゃあ義継はカラスの加護者で確定、狼ジジイも人で確定、あと10人の中に3人の狼がいるってことだ。義継君の勇気あるカミングアウトに僕は敬意を表したい。そして僕も言うべきことがある。何でしょうか。僕は蛇の加護者です。だから自分を調べるわけにはいかない。うん、僕は彼ほどの強烈なアピールはできませんが、もし対抗して狼が蛇を名乗ってきたら、その時は全力で論破してみせましょう。いますか、蛇を語る方は。どうやらこれで未確定者が9人に絞られたみたいです。昨日はあんな言い方をして匠兄を調べることを自分で提案してたんですね。そういうこと。ただ無駄になってしまったけどね。そうね、調べる人を明示してしまうのも考えものだわ。調べた端から殺していけば確定者はいつまでも増えない。じゃあ、不採取君が初日夜に調べたのは一体誰だったのかな。織部安永君です。彼は人でした。あと8人。もう一つ仮定しておこうか。その可愛い女の子、メイコちゃんだったかな。彼女はムジナじゃないかな。それはあの嘘をつくとかいう記者さんが言うとったあれかね。そうです、多分実在したんだと思うんです。ではありませんから。まあ彼女の立ち位置は
よくわからないのだけど、一つ言えるのは、もし狼と合流しているのなら、きっと静かにしておけと指示を受けると思うんですよね。だから彼女も人だということでいいんじゃないかと思うわけです。少なくとも狼じゃない。もしそれを外せば残り7人にまで減ります。肝臓さん、ふざけんじゃねえ。ムジナだ、そんなもんおらん。カンちゃん、しかしゲンさんもそのようなことを言ってたわよ。ゲンの親父は最後ボケとったろうが、そんなもん信じられるか。でも狼なら黙ってるはずって説には説得力が。これぽっちもね、狼はガキを見殺しにして目くらましにしとるかもしれんだろうが、おい、奴は本当に蛇の加護で人だと知れたか。はい、間違いなく。それなら奴は甘すぎる。そんなことは。ジーが死んだ時もくくらんでええと言った。ああ、そうですか。僕が信用できないと。兄貴、黙らせるならやるぜ。それはまだいい。ああ、ヤスンが怒った。こりゃ早いとこ退散したいな。兄ちゃん、やめようよ、怖いって。おじいちゃんも。久石さん、さっきは僕を調べるべきだって話になってましたが、それはもう無意味ですよね。そうだね、すでに調べてたから。じゃあ次調べるのはハルちゃんです。私を調べてくれるの？ああ、一度調べてもらったら安心だろ。ふざけるな。わしを調べろ。わしは人じゃ。若えのもわしが優先じゃと言った。確かに発言量の多い順から調べるのが順当かと思うが。馬脚を表したな。なんだと。あなたは孫娘の安否確認より自分が宴で選ぶる方が大事なんだ。てめえはチーが死んだからって春のことを手元に置きてえってか。はあ、僕は春ちゃんのことはそんな風には思っていませんが。
わしをくくれ。おじいちゃん。わしはヤジが回った。ヤスの言う通り、わしはやるべきことを見失って人に刃を向けた。もう誰もわしの言うことなど聞きゃしねえし、それが正しい。いなくなるべきはわしだ。そんな、嫌だよ。私一人ぼっちになるじゃん。ある、そんなことはねえ。安水がお前の家族よ。みなそうしとる。安。何ですか。わしがいなくなれば狼に勝てる。そうせざるを得ないです。よしもだな。当たり前だろうが。織部のいい息子持ったじゃねえか。そんなこと。ああ、一旦落ち着きましょう。いろんなことがごっちゃになってる。よそ者は黙っとれ。しかし、これは僕らの問題です。参ったな。カンちゃん、まだ早いんじゃないんかね。ジジイ、ババアから死ぬのが正しい順番じゃ。それはええ。タエバーも覚悟はしとけ。おじいちゃん。ハル、達者でな。ならないで。Thank you.
じいちゃん。もう挨拶はした。みんな、あとは頼んだ。落ち、なかれ。おじいちゃん。落ちなかれ。Thank you.